わけで出航は明日、それまでに各自準備よろしく。承知いたしました。了解ですも。ここのお茶美味しいですね。世界各国から珍しいものが集まるところじゃからの。気に入ったか？はい。出航まで少し時間あるから、もう一度お茶できそう。船旅の後だと宿屋で寝られるのはありがたいよね。俺も泊まり慣れた宿でゆっくり休めそうだよ。人のベッドで寝てるのよ。いや、変態ケナモン近い。ちょっと待って。いや、いて、ここ俺の部屋、男部屋。うん、あ、またやっちゃったのね。無意識のうちに。私ったらもうバカ。無遊病というやつですか。見たでしょ。え？エッチ！あんななりしとって見るなと言われてもの。全く同感です。もうちょっと露出を抑えるとかできんもんじゃろうか。私は大好物ですが。ホムラ。あ、おはようございます。さっきはごめんなさい。ひかりちゃん、寝ぼけると徘徊する癖が。そうなんだ。変なことしませんでした？いや、してない、してない。俺なんにも。いえ、そうじゃなくて、ひかりちゃんが。ああ、ひかりに。ちょっと、物を投げられたくらいかな。うん、やっぱり。これ、その時のですよね。ごめんなさい。痛かったでしょ？あ、大丈夫。本当、平気だから。そうですか？私、まだちょっとズキズキしてるんですけど。いいもんじゃな。若いっていうのは。全く同感です。わしらも欲しいな、彼女。いえ、私は結構です。